こんにちは、ケツン中継でございます。どうですか、この機体。次なる戦争に向けて開発が進められていたにもかかわらず、突如戦争が始まってしまい、塗装もままならぬまま急遽むき出しの鉄の状態のまま駆り出されてしまうというコンセプトです。はい、どうですかこの色彩。最高でしょ。もうめちゃめちゃかっこいい。これもう見て、もうむちゃむちゃよろしいやんけ。これ最高やな。これがね、まあアンセムのねいいところの一つでございますよ。もう好きなように外見を変えれて、迷彩だけではなく、色合いだけではなく、その材質自体、むき出しの鉄加工とかね、セラミック加工とか、ちょっと柔らかい感じ、布生地みたいなね、もう材質まで選べてしまう。それがいいところ。そしてこれ見て、このままデスクトップにしてしまいたいような、このまま待ち受けにできるやん。これもう見て、もうしっかり背景もぼやけてるし、ほんで見てくれよこの景色の良さ。ヤッホー、あーい、最高やね。やっぱね、フロストバイトエンジンはね、もう全然もうレベルが違う。レベルがもうこれ画質やばすぎる。そしてこの音質ですよね。今ね、ただいま朝なんですよ。だからあの日本で言うさ、あーみたいなやつのアンセムバージョンがね、たまに聞こえてくるんです。ふふふみたいな、うん、これ見て、ただ歩いてるだけなのに、このガシャ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 、バスーン、バスーン、ワン、ガシャガシャン、最高やな、最高やな、最高やな。はい、ということでね、アンセムをやっていきましょう。まあ私ね、まだレベル8ぐらいで、機体がね、2つしか解放できてないんですよ。で、まあ最初なんでね、まだまだ難しい敵はいないんですよ。だから今ね、フリープレイに来てるんです。で、フリープレイにね、オープニングとかでも流れる結構強力な敵がいるんですよ。そいつを、ちょっとね、今回は借りに行きたいなと。こんだけ強敵がいるんだよみたいなね、ちょっとアピールしていこうかなと思いまして。やっぱりね、PV のね、一番の醍醐味はね、もう、どんだけ頑張っても勝てないみたいな感じの強敵ですよ。強大な敵、それをやっていこうかなと思います。まあ実はですね、私お知り合いの実況者さんでリュウさんっていう方がいるんですけど、リュウさんと一緒にね撮影してたんですよ。撮影してたんですけど、ちょっと撮影ミスしてその動画が撮れなかったので、また戦っていこうかなと思います。あ、いた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 、これは、あ、これは大丈夫。メテオガード、これガードなかったらマジでやばいから。ほらほらほら、ホーミング、ホーミング力やばいやろこいつ。こいつマジやべえんだ。来た、いざ尋常に勝負。でこのタイタンとかやったら、この腕、光ってる腕なんか燃えたりするんよ、腕が。で走行にダメージを入れていかないと、うわ、基本的にゼロな。ほら、あー6とか入るっちゃ入るね。まああんまり入らないのよ。うー、危ねえ。これこれこれ、あーほら、ここ美味しい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 、こういうのは美味しい。うわー、これやばいよ。ほら見て見て見て、うわーこれこれマジやばいやろ、これマジやばいから。あ、やべえ、これ、うわー、もう全然実況できん。いや、こんな感じでね、ボスっぽい強敵いるから、こういうの面白いね。あれこれ弱いタイタンかもね。レッサーアッシュタイタンって書いてあるな。あ、これ弱いタイタンかもしれん。あのね、強いタイタンになるとね、マジやべえよ。さっきのさ、円になって、うぅぅやべ、ガード、うぅ、円形のフォローをさ、出してくるやつあるやん。あれね、上下あるんよ。上下上下。しかもランダム、それが。マジやばいやろ。お前みたいに雑魚なんか、いらねえんだよ、死ね。
キ野郎ボケカスガーヒャッフーアルミモンド汚ね花火だぜ。うわーなんだこれうわー走れやばいこれこれなんだなんだこれなんかやばいの来る。やばいの来た。うおーいやジャンプして下がる、うん、ジャンプする。うおーすげーこれやばいやばい上うわーフェイントかけてくんなあーあーこれマジ苦手。下上上下どぶれいやーこれラストのコンボ。うわほうこれが普通のキャンペーンですね。さっきのはフリープレイでただ強敵を探しただけやねんけど、これはまあみんなで進んでいこうっていう感じのやつでございます。まあ、基本的にキャンペーンっていうストーリーがあるんやけど、でストーリーを進行する上でのこういった戦いはPV のマルチでやるっていう感じになってます。でこういうキャンペーン進んでいく間でまあ体験版とかでやったような強いやつボスとかもいるんやろうけど、今まだ俺ねレベル8やったから強いやつがねそんなにいないよ。いなくからさっきフリプレイでひたすら探して強いやつを求めてたっていう感じです。ほら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 こんなんだって。うわいやお前ら、うわワンパンやぞお前ら。なんかおら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 、もっと強い敵をよこさんかよ。おいこんなんでわしの玉取ろっちゅんかいな。ぬーん、まあ序盤はこんなもんや。次行こうやないけ。まあ私はね盾がこうやってバッて出せるから盾で敵のヘイトを集めまくるタンク役というところでしょうか。だが、うぅただのタンク役や思うなよ。うぅぅぅ一生懸命見ろ。ゴミ虫たちが鉛玉向きうる境に。うぅなんや、わしの期待に勝てる。あ、こいつ結構強い。こいつね、盾クソうざい。でもここにほら弱点みたいなところがあるやん。なんか燃料タンクみたいなの、燃料タンクを積極的に撃ち続けてると爆発する。うん、俺の必殺。うん、どうやどうや、熱いやろ。はっはっは。私に勝てると思うんか。そんな期待で私に勝てると思ってんのか。お、でかいやつは死んだ。ナイス。はい、ということで本拠点に戻ってまいりました。まああんまりやるとキャンペーンはネタバレになってしまうので、見てくださいこの街並みの様子でね。ただいまの時間ね夜なんですけど、これ見て、むちゃむちゃ綺麗。いや YouTube やったらある程度画質が下がってまうかもしれんけど、やばい見てくれよこの景色、圧巻だろ。あの惑星やばい、もう完全にねもうアイリスントゥーマイハートしてる。これやばい、この惑星はマジもうビンビンに来てるね。いやーマジでな、もうほんまに画質がやばいね。画質が一番素晴らしい。画質と音質、これがほんま何を撮っても素晴らしい。これもう見てくれよこれ。おい、なんだよこの機体は、かっこよすぎるだろう。ということでね、ちょっと最後に色合いとかね、そういったもじもじっとしたやつを紹介しようかなと思うんです。で、この外見みたいなやつも、まあ、例えばこの胸部とかやったら、ほらこんな風にね、変えれたりするんですよ。で、まだね、発売したてだから、今3種類しかないんですけど、まあ、これからね、どんどんアップデートで増えていくことでしょう。これもかっこいいよね。もちろんこれも最高さ、ベイビー。まあ、この足の部分も、こうやってほら、足、変えれたりできるんですよ。ほらね、で、腕の部分も変えることもできると。そしてね、塗装ですよ。この塗装見てください。私は今ねこのアンティーク加工みたいな感じでやってるんですけど、まあ、これを未塗装とかもできますし、こうやってほらメタリックパネルとかもできるんですよ。でこういった、生地、タクティカル、ちょっと柔らかい感じですよね。柔らかい感じもできる。これナイロン生地にもできるんですよ。
見て、このアンティーク加工からこのナイロン加工にした瞬間にちょっとなんか上級色感出ません？すごくないですか？でさらにまあ、色もこうやってほら自由にうかっこいいやんか。これもまたいいね。自由に変えれるというわけなんですよ。でいっぱいいろんな部分のあの色が変えれますからね。例えばほら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 ね、いろんなパーツに応じて色を変えれるんですよ。だからこれは色を変えれる箇所が6種類あるんですよ、全部で。でかつ材質を変えれるところも6種類グ。いやーもう間違いなくグでしょ。もう誰がどう考えてもグ、うん、グー以外の何者でもない。でさらにねこれ汚れ加工とかありましてね。でこれほら使い古し、汚いで普通、いいですよね。汚いとかね、程よいこのサビ感が出てね、また糸おかし。使い古し、もうこういう感じでね、変えれ、これ。まあ、こんな感じで、自分のお気に入りの機体を、もう綺麗に自分好みに改造して、ペロペロ舐め回せるっちゅうやつや。最高やね。はい、ということで今回はアンセムの製品版のご紹介でした。PV が好きな人にはねマジでおすすめです。私も PV 派なんですけど、もう PV 好きな私が一番注目していた作品なので、ぜひ興味がある方はやってみてください。 PSO と PC と Xbox One で発売中でございます。概要欄の方に URL とかも載せているのでチェックしてみてください。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。